はい、私は普段お客様からの修理のご依頼の受付から始まりまして、作業の実施、あとは新車、中古車、ご納車前のお客様のお車の納車前の整備、あとは車のコーティングも行わせていただいています。はい、小さい頃から車に限らずなんですが、何事もその機械とかいろいろいじるのが好きで、まあ、電化製品もそうなんですけど、もうそういうのをいじっては直してっていうふうに自分でもやってたので、いろいろ高校で進路を決める際に工業系、まず車の自動車の免許を取って自動車をいじるのが好きになったので、専門学校に入学したのがきっかけです。はい、いろいろありますが、やっぱりお客様が困っている故障について、なるべく機械的な、お客様が困っている機械的な故障であれば、その場ですぐ直してあげたいなっていうところはこだわりかなと思います。やっぱりお客様が困っている時に最終的にありがとう、助かったよっていうふうに言ってくれると、本当にああよかったなって、自分でも力になれたんだなっていうのが実感できて嬉しいです。やりがいがあります。専門学校に来てました。会社案内の内容からですね、まあ、自分の好きな車種だったランドローバー、こちらがきっかけで会社の方に訪問させていただきまして、その時にやっぱり社長のお話をじきじきにお伺いして、自分が1年目からでもこの会社で与えて力になるかなと思って入社を希望しました。はい、何事もチャレンジさせてくれる会社だと思います。自分でこうした方がいいと、こういうことをもっとお客様にできるんじゃないかっていうふうに毎日みんなで話し合っているんですけども、その中でじゃあやってみようというふうになれば、もう次の日から実践してみて効果が出てっていうふうな間近で実感ができるので、チャレンジの会社だと思います。はい、私が今配属されている店舗ですと、取扱ブランドが多様なので、その一つ一つのブランドに対して本当に深い知識、広い知識を身につけていくことですね。やっぱり元気のある方と一緒に仕事がしたいので、かつうちの会社であれば向上心があって、チャレンジ精神があって、一緒に切磋琢磨できる仲間ができればと思いますので、そういう方をお待ちしています。